今回本当にユーストマ初めて、えー、種まきをしてね、こうやって咲いてくれたので。皆さんこんにちは、札幌園エ日記、えりこです。えーとですね、えーと、今回の企画はですね、トルコツキキョユーストマこれの,あのお花をね、種まきからお花が咲くまでをちょっと一本の動画にしてあの見たいなと思っています。 であとまあ、このトルコキキョウなんですけど、まあ、好きな方すごいたくさんいると思います私も大好きですでただまあちょっと北海道だと秋巻、うん、き,きしてね外っていうわけにはいかないと思いまして室内で冬場は管理しなきゃいけないからなんていうんですかねたくさんは作れないので一ポットに何粒か種まきをしてお花が咲くのは一本でも構わないのでちょっとやっていきたいなと思いますなんかそう私ユーストマって名前 聞いたことがなかったんでなんだそりゃと思ってたんですけど、えー、と英語ではねこのねこちらの花と野菜2021年の8月号の方に複数の作型で育てるユーストマ <laughs>、うん、こういった感じの、あのー、ユーストマの育て方の特集ページがありました。うん まあ一応、あの、ここに書いてあることとしては、128から288ケツのセルトレイが適しますということでございます。ユーストマの種自体はものすごく小さいみたいなんで、このペレット処理されているような状態です。白い粒々の。これ何粒入ってるのかなあんまりたくさん入ってない感じですね。もし失敗、途中で失敗したら、まだその時点から、あの、やっていきたいなと思うんで、ちょっと小さく始めて、 土の pH は弱酸性が理想ですって書いてありますが、まあ、種まき用の培養を使えば、うん、間違いないかなっていう気がします。でまあ、育苗中は気温がねあの20度ぐらいに保たれるように、まあ、管理するということですね。まあ、25度はこんな方がいいみたいです。 で定食本場4枚から6枚になったら定食するみたいなんですけど浅植えも深植えもちょっとダメみたいなんで本当にあに植える植え替える時に株というか苗と,ちゃんと地面の高さをね揃えるようにした方がいいということですで今回私が買ったのはもう本当にラキーさんもいろいろなあの色のユーストマンを用意しているんですけど今回は F1 ミンクイエローっていうものを買ってみました。えー、育て方としては、種まきは9月から10月が適期です。気温の高い時期の種まきは苗作りが難しいので下がってきてからにしましょうと。セルトレイに種まきワイドを用いて一粒ずつ巻き、複度はせず、ペレットが完全に溶けるまで霧吹きなどでしっかり水を与えます。冬は寒風の当たらない日当たりの良い軒下などで越冬させ、 4から6枚で植え付けます。用土には元皮と不葉土を混ぜ定期的に液肥を与え肥料切れや乾燥に注意しながら育てますという形ですね。で発芽日数は適温下であれば20日から25日ちょっと長めですね芽が出るまでちょっと時間がかかるみたいです。はい、と30粒ぐらいあのペレット種子が入っているということでした。 9月、10月に種まきをして11月、12月、1月ぐらいまで育病とで定食が1月から3月ですね、それぐらいにすると6月、7月、8月ぐらいにあのお花が咲きますよっていう感じになってます。ということはこの動画を皆様にご紹介できるのは。 えこの初夏とに秋巻きのスケジュールに合うような感じでまあ初夏に咲く予定でちょっとやってみようかな。うん。種巻きから約2週間とちょっとが経ちました。どうなってるかと言いますと。じゃん。<laughs> よくわからん。 あのペレット種子ですごくね今ものすごい小さいこ,ここ分かりますかねものすごい小さい種がこうあ芽が出てるんですけどこれそうかなちょっとね続き引き続き観察を続けますはい本日は11月3日でございます えと8月にあのユーストマの、ね、種まきを1回しまして、まあ、これぐらい発芽したんだけど、その後ちょっとダメにして、9月の23日にもう一度種まきをしました。で、まあ、ちょっとすごく見づらいですけど、こことね、ここに出てくれております。えー、トルコキキョウの、ね、種,種じゃなくて芽はすごく小さい。 で、この時点でね、前回はちょっと乾かしすぎちゃったの。水切れしちゃったんですね。ええー。<laughs> なんで、ここからがちょっとね、正念場かなと思っております。ええー、本日は11月17日でございます。2回目、9月23日に種まきをしまして、ええー、2ヶ月近くが経とうとしております。で、2つ目が出ていて、 まあ、本当にちっちゃいんだけどね、こんな感じで、一応、双葉の中にもう一つ葉が出てるんで、これが本葉かな。こっちね、なってます。で、ここのちっちゃい、これ、これ、これはまだちっちゃいんですけど、これもまた真ん中から葉っぱが出てるので、2つとも <laughs> 大きくなってくれたらいいなと思います。こっちで縦幅で3ミリぐらい。横幅だと1ミリぐらいの、本当に。 すごいいちちっちゃい目です、えー、9月の23日だから10112ヶ月半ぐらい経ってやっと1センチそれでもない気がする発芽も結構難しいそれですごく小さいんで本当にお水を切らさないっていうことが、うん、ポイントになってくるかなと思います。 トルコキキョウはね、なんか栽培が難しいっていう話を聞くんですけど、まあこんなにね、ちっちゃいとね、諦めたくもなってきますみたいな <laughs> 感じですね。はい、今日は12月20日です。えー、トルコキキョウの方、ちょっとね、また大きくなりましたね。まだ全然やっぱり小さいんですけど、それでもね、葉がね葉数が増えてきました。うん、まだ頼りない、心もとない感じなんですが、2目とりあえず。 あのずっとねそのまま生きて成長してくれております。えー、本日は2月の12日です。はいやっとこのサイズになってくれました。あらららはいはいもうずっとこんな感じでいます。ので今日はちょっとねこれをねもう鉢増ししたいなと思っております。うんあの一つずつじゃなくてこのまんまこれ何号鉢だろうえー、4号鉢 ベロニカの苗を買ったときに入ってたものなんですけど、あまり根鉢を崩さずに鉢増ししていきたいと思います。ポットの方にはね、この排水溝ネット、不織布じゃないあの普通の網やみのやつを引いておきます。で土は、えー、軽い、今ね、手元にあるのが軽いお花の培養土なので、それに赤玉とカヌマ、硬質のやつをちょっと入れてみました。ま、さっと入れて,いって はい、これがどうなっているか。わぁわわわこんな感じになってます。もう一つの方。土がちょっとバラッとしてしまいました。こんな感じです。知らないようにと言いつつ、なかなか上手にはできませんでした。よし。はい、こんな感じで植え替えました。これでまたね、しばらく様子を見たいと思います。 はい。今日は2022年3月の26日です。こんな感じになっております。本当にトルコキキョウね、成長が遅いです。はい。えっ、ー、と、今で6ヶ月ぐらい経つのかなはい。6ヶ月近く経って3センチです。ここからね、どんな風に大きくなっていくのかすごい <laughs>。あの、もう想像もつかん。はい。本日は5月の6日です。だいぶね、育ってきた。はい。 もうね外にいるんですけど、ちょっとあの風がねすごく強くて、えー、外に出したすぐはだいぶ心配しましたが、はいこんな感じで大きくなってくれています。はい今日は6月10日です。えー、9月のね23日に種まきしました、えー、トルコキョウユーストマンがこんな感じになりました。もうねこれ多分もうちょっと早めに鉢上げしてあげなきゃいけないんじゃなかないのかなって感じ <laughs> です。 ので、今日は鉢上げしたいと思います。ちょっとね、この、もうなんていうのかな、成長点のここのところがね、茶色くなっちゃってて、やばい感じ。こっちもまだ大丈夫なんだけど。はい、これで見えるかなちょっとね、これ、出してみます。ああ、もうこんな感じでね、あらや、こんな感じで、根がもう、なんだろう、上の方に上がってきちゃってるのかなこんな感じでございます。なので、これを、 こここにこの子に入れたいと思いまするこんな感じでいいかなはいでこれでねしっかりお水をあげてリキダスの液をあ,火をあげようかなと思います でね、ちょっとここね、先端切りたいなぁと思います。こっち側のやつは。多分ここダメだと思うんで。はい。はい。今日は6月25日です。この間、鉢上げしました。えー、トルコ企業ですね。一個、こっちはね、あの、剪定して、摘心して、横から脇芽が出てきました。で、こっちはね、そのまま、とだいぶ、なんだろうな。ちょっと長さも長くなってきたかな。 でも、まだ全然花は咲く感じがしません。えー、6月25日時点で、えー、6月の10日に種まきをしました。トルコキキョウはね、まだ全然、全く芽が出ておりません。もうちょっと様子を見ます。今日は7月10日です。えー、6月に種をまきをしました。えー、ユーストマ、トルコキキョウなんですが、やっと芽が出ました。 2,3ミリ <laughs> ここと、4ポット作って、ここ。2ポットから芽が出ております。あ、これもね、ここにもある。すっごく小さいの。で、ここからがね、すごい長いんで <laughs>、ちょっと、えー、長期戦になりますが、とりあえず芽は4個出てくれたということです。で、 昨年の9月の23日に種まきをしましたトルコキキョウがこんな感じです。もうだいぶ草丈が30センチ、40センチうん、30センチ越したぐらいになりました。んで、こっちはちょっとね、いっぺん摘心したんで、なんかね、葉っぱ食べられてんだよね <laughs>。ふ、うん。はい。で、葉っぱがまだこう、伸びてる最中で、花芽はまだ全然、 上ががってきてきる感じがしません今まで <laughs> 育てた中で、えー、カーネーションが4.6ヶ月ぐらいとか5ヶ月近くかかるんでそれが最長かなと思いましたがもうこれ既に10ヶ月経っておりますでこのような状態ですうん長いでもねまあとりあえず育ってくれてますはい今日は7月の18日ですなんかねちょっと 見たことがない。これ花芽じゃないの？っていう感じのものがついております。なんかね？明らかに葉っぱが増えてきた時の葉っぱとはちょっと違うので、うん。これは期待 <laughs> はい。あと固形肥料も一応鉢の上にはね置いている状態です。はい、本日は8月11日です。登録企業はね。こんな感じで花がいっぱいついております。こう開くまでね。あともうちょっとかかりそうな気がするんですが、というか。もうこのままででね。 もう1週間ぐらいかかってるかもしれないです。だけども、これなんかね、本当に、もう本当にす,すぐ咲きそうな感じですね。<laughs> 見た目だけは。えー、っと、6月に種まきをした種は、というか苗はこんな感じです。全然まだおちびさんですね。はい。発芽自体はね、もうちょっとしてたんですけど、結局、 まあちちゃんと育ちそううだななっていうのは3つかなここにもう一ついますのでどんな感じになるか育ってくれればラッキーなんですけどあとねこれがさトルコキキョウの鉢になんか種が混じっていてなんだろうなこれがねぐんぐん大きくなっていてトルコキ,キョウの芽もねちょっと出てたんだけど駆逐しましたでもなんか面白そうなんでこのまま育ててみたいと思います 本日は8月21日です。えー、トルコキキョウユーストマの方なんですが、一番大きなね、花のやつがこんな形で咲いてくれました。ちょっと2日ぐらい前にね、開花してくれたのかなちょっとね、頭が重くてね、垂れ気味になってるんですけれども、そうなの。で、お花の液肥とかをね、あげたりとかしてるんですけれども、本当にね、つばみから開花するまでも結構、 トルコ今日はね、時間がかかりますね、うんえー。これ9月、昨年の9月に種まきをしたものなので、1年かかりました。うん、冬の間はね、あのずっと、えー、室内で育てていて、春から外に出した感じです。ちょっとね、こういうつぼみとかもね、あんまりこう、膨らんできてないというか、こういうのは咲きそうですけどね、こういうのとかダメなものとかもありそうで。 なんですが、<laughs> 今回本当にユーストマ初めて、えー、種まきをしてねこうやって咲いてくれたので、まあ、成功という形にしたいと思います <laughs> でちなみに今年の6月にね種まきをしましたユーストマのね苗はこんな感じです2ヶ月経ったぐらいで本当こんなにちょっぴりなのここからも全然ねなかなかね大きくならないと思います <laughs> これもねお花が咲くのはまたしばらく時間がかかりそうなんでまた室内冬は室内に移動させる感じになると思いますがこんなに時間がかかるとは思いませんでしたトルクフキキョユーストマの種まきから開花まではこれで終了ですよろしければチャンネル登録をしていただけると大変に嬉しいですはい、本日のサポレンゲ日記はここまでですご視聴ありがとうございました また次回お会いしましょう。じゃあねー。